はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校受験対策動画の関数シリーズ第22弾をお送りします。で、今回はね、今映ってるこの問題やっていきますので、できそうな子はぜひね、動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって難しいとか分かんないのがあれば、今からね、自分の方が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、いつも通り画面を下げてから解説やっていきますんで、どうぞよろしくお願いします。じゃあちょっとね、画面を下げますのでお待ちください。いくよ。よいしょ。ほっ。はい、着いた。ごめん。ちょっと待って。はいよ。じゃあいつも通りね、問題用紙外してしまいますので、これを見ながら解説聞きたい方は、パソコンであれば別タブで開いてもらったりとか、あとツイッターの方では、この問題文上げてますので、その辺でチェックしてみてください。で、今回もね、受験の過去問を使っているんですけど、なんでこれ取り上げたかって、関数の中でね、ここまでごちゃごちゃな、まあ図というかグラフがあるのってなかなか見なくて、個人的に衝撃だったんだよね。わ、すげえごちゃごちゃと思って。で、きっとこのごちゃごちゃ、これ解いてみたらわかるんですけど、実際やることってそんなに難しくないんです、これ。あ、他の問題に比べたりするとね、もっと難しいのもあるので、関数は。ただ、もうこの時点でちょっと諦めさせるよね、これ見たら。うわ、絶対難しいわって思う子のが多いし、しかもこの左上にあった問題文、ここも結構長いっていう。だからやる気を削ぐタイプの問題かなと思って一応取り上げました。で、もうね、ここの勝負は、ここでね、ここにある情報、もともとあった左上にあった情報をどれだけ丁寧に写すか、そしてそこに書いてないんだけど、でも実はわかるよっていう情報をどれだけ引き出せるかっていうのがポイントです。じゃあまず L からね、行きましょう。直線 L が、これね、上ちょっと今回開けたので、と思ったけど、ごめん、こっち行こうか。Y イコール 2X プラス8。これ L ね。ごめんね、こっちこっち。では 2X プラス8ってことで、まず、この直線なので、切片の A は08ってことがまずわかります。08、切片ね。で、いつも言うように使うかどうかはわからないけど、 X 軸とぶつかってる今 C だね、ここも求めちゃいましょう。なぜなら Y が0とすぐわかります、 X 軸だから。だから Y が0っていうのをここに代入してしまって、0イコール 2X プラス8にして X を解くの。そうするとマイナス4が出てくるから、ここの座標もゲットできます。今回書いてなかったよね、 C はね。で、どんどん行きましょう。で、M が Y イコール AX 二乗。こっち、まあ、後で A は求めたら書きましょう。入ってるよね。OK。で、次。A は直線 L と Y 軸との交点。まあ、今それはいいね。で、B が曲線 M 乗の点。まあ、あるよね。M の上に乗ってて、このカーブのね。乗ってて、X 座標が6だと。書いておきましょう。6なんです。で、線分 AB、これです。横です。これ、ね、は、X 軸に平行。つまり、これが平行だから何がわかるって、A と B の高さ同じだよねって、真横なんだもん。つまり、もう B の Y 座標8ってすぐわかるんです。これの真横だから同じ8なの。書いてないんだけど、すぐ導けるんです。丁寧に読んでいくとね。で、次が、点 C は、点 C、直線 L と X 軸との交点。まあこれはいいね。で、原点 O とするときに、点 D は Y 軸上の点。ここね。で、OB。いいよね。OB と OD が一緒。この長さと、この長さが同じってなってます。で、これちょっとメモって書いておくか。まだ使ってないんでね。で、次、Y 座標が負。まあ、負ってね、下にあるから、まあ、これはいいでしょう。で、点 E は、ここが OD。これと BE が同じ。これも書いておこうか。となります。で、線分 BE は Y 軸に平行。今度、こいつはこれと平行なんです。ここがね。平行。ってことは、これ、まっすぐ下に下ろしてきてる。BE の E はね。つまり E の X 座標が6っていうのが分かります。ここまっすぐ下ろしてきてるので、ここ同じだからね、 X 座標は。
っていうことも分かって、あとは、E の Y 座標が負、まあ図で、まあなんとかなってるけどね、下にこの E の Y 座標、ここは負になるよっていう。はい、これで情報が一応書き込みました。ね、なかなかですよね、と思いますけど。で、じゃあ1番いきましょう。で、まず A の値、ここですね、これを求めたいと。で、これは今やってきましたけど、ここなんだよね。この8に気づけるかどうかっていう、真横だからっていう。で、6の8さえ分かっちゃえば、あとそれ代入するだけなので、y イコール ax 二乗に6の8。b がね、このカーブの上に乗ってるから、乗ってるなら代入していいよっていうものなので、8イコール6636だから、36a だと。で、これ解くと、a イコール36分の8になります。で、4で、約分すると、9分の2。A は9分の2、から、9分の2とね、解くことができます。よし。で、次、2番が、次 CD だっけ?そうだね。この直線です。ここを求めたいと。で、まあ、ポイントなのは、もう D だよね。この座標が欲しくなります、やっぱり。で、D は、見てわかるように、Y 軸に乗ってるので、X は0なんです。で、何を使うかっていうと、やっぱりこの辺を使います。OB とか、OB イコール OD ですね。で、今、もし OB、ここね、斜め。この長さが5って分かれば、OD も5なんで、下に5だからマイナス5って分かるじゃないですか。だから OB の長さ欲しいなっていうふうに考えます。で、ここで使うのが、これもしこの時期まだ習ってない方もいると思うんで申し訳ないんですけど、三平方の定理っていうのを使います。で、これが欲しいんだよね。で、ここの三角形使います。いきますよ。これちょっと書き出しますね。で、もし三平方の定理習ってねえよって思う方もいるかもしれないんですが、めちゃくちゃ使うので、習ってなくても簡単です。ぜひね、この機会に覚えてもらえたらと思います。で、OB わからないんで、ここは X ね。これ今、こういう状態ね。ちょ、これ英語置いてないんだよ。膨らみしますけど。で、ここの座標 B が6の8なんですよ。いきますよ。6の8。要はなぞった通りいけば、ここ6ですよね。ここ8なんです。で、三平方の定理っていうのは、直角三角形の時だけ使えます。いいね。今直角三角形の時だけ使えるんですけど、斜辺。まあ、滑り台でいう斜めのとこです。ここ。斜辺の2乗は、残った辺、ここね、の2乗、8波64。足す残った辺の2乗と一致しますよっていう。これ三平方の定理です。もし知らない方はそんなに難しくないんでね、ぜひこの機会覚えちゃってください。で、解きましょう。これ100ですね。で、2乗を取る代わりにこっちにプラスマイナスルートがつきます。丁寧に解くんだったら。で、ルート100っていうのは以下。10と同じなので10になります。でも今長さを求めているので長さにマイナスはないからつまり OB は10なんです。ここの長さ10でしたよって。だから OD も10なんです。つまり下に10降りてくるからここはマイナス10ってことが分かりました。で D が分かったのであとは C と、まあ、結局出したかったのは直線 CD だからさ、これを通る直線の式を求めたいと。で、y イコール ax プラス b って置いてスタートしても構わないんですが、今、切片、ここね、マイナス10って分かってるので、y イコール ax マイナス10。これからスタートしましょう。で、これと、これを使います。で、代入すると、0イコールマイナス 4a マイナス10。今、これね、C がこの直線通るから代入して OK ってやつだね。で、解くと A が、マイナス4分の10だから、マイナス2分の5か。ってなるので、ちょっとこれね、Y イコール、マイナス2分の 5X、マイナス10と。これで終了となります。これは CD ですね。ちょっと書いておこうか。CD。
さあ、いろいろね、やってきましたけど、これで3番です。で、3番ね、まあ、やっぱ難しそうに見えるんですが、まあ、あることを知ってれば、そんなに難しくないっていうタイプ。で、点 F が出てきます。F は、線分 OA の中点です、ここ。OA の中点。つまり、これが08なので、中点にいるから、04です。OA、ここの中点半分だからね、04だと。で、G は線分 DE、ここの上に乗ってますよっていう G はね。点で、直線 FG、こいつね、FG が四角形 ODEB、これです。ここ。これね。こいつを、ちょっと赤でなぞろうか。こいつを二等分する。その時、G の座標を求めてねっていう問題です。で、やっぱり方針としては、この FG の直線の式を出したいですね。で、出して、この DE との交点を求めれば G が求められるというタイプになるので、じゃあ求めようと。で、どうするかっていうと、あること。何かっていうと、この赤の四角形、これが今、平行四辺形になってる。っていうことでまず気づくのが一つです。で、なぜかっていうと、今、OB イコール OD。だから、こことここ、長さ同じなんだよね。で、OD と BE も一緒なんで、OD と、あ、ほんまいや。ごめん、こっちいらなかった今。OD と BE、長さが同じで、平行って問題文に書いてあったから、平行四辺形なんだよね。で、平行四辺形の面積を二等分するっていうのは、もうこれです。必ずこれ。対角線。じゃ、引こうか。この平行四辺形の対角線の中点。あ、まあ、対角線、交点だ、これ。交点だね。交点を通るところを通れば、絶対、絶対に二等分してくれるんです。平行四辺形っていうのは。だからここを求めたい。で、平行四辺形の対角線、こういうね、対角線の交点っていうのは、こことここの中点、もしくはこっちね、こっちの中点っていうことが分かってるんです。だから、中点を求めれば OK だな、というふうに言ってください。で、これはどっちでもいいんですけど、まぁ、ちょっとこっちの方が簡単なので、ここ出しに行きます。結局使うからね。で、E の Y 座標抜けちゃってるんですけど、これは、さっき長さここ10って、わかりましたよね、10。ってことは、ここも10なんですよ。つまり、今、6の8っていう高さにいたんですけど、そっから10落ちてくるので、8落ちて、あと2余ってるから、2落ちるから、こうなるよね。いいかな。で、ここ。A, B, E, F, G。G まで使ってるから H にしようか。ちょっと H で置きますよ。これね、場所入るかな最後。怪しいな。H の座標、中点ですね。中点っていうのは、今、こことここの中点を出したかったら、X 座標同士を足して2で割るんです。で、Y 座標同士を足して2で割るんです。これ中点の出し方覚えてください。ただ、こっちは00なので、0と6足して6。それを2で割るから3です。0とマイナス2を足してマイナス2。2で割るからマイナス1なんです。これ中点。これはどっちで出してもいいです。ここと、ここの中点同じだよね。って考えれば、6足す0。6で2で割るから3ですね。8とマイナス10足すとマイナス2。2で割るからマイナス1。どっちで出しても同じになりますから。大丈夫。つまり、ここを通ればいいんです。H。F と H ね。を通る直線。だから、こっから、直線 FH を求めます。で、切片が4って分かってるので、AX プラス4。で、あとこれだね。H を通るってやると、これちょっと隅でやっていい。多分ね、入らなくなっちゃった。ここ使ったんで消しちゃいますね。そして時間が長くなってる気がするよ。あー、ごめんね。ちょっと長くなっちゃった。これを代入すると、マイナス1イコール 3A プラス4。これがね、いい感じに割れないんだよね。5か。5、マイナス5か。そうだね。だから、A イコールマイナス3分の5。これは整数になってほしいけどね。なので、書き直しましょう。マイナス3分の 5X プラス4。これが FH です。これね、FH。ここ。で、それと DE の交点なので、DE も求めに行きます。入ってるよね。OK。で、DE、こっちは切片マイナス10なので、AX マイナス10と置いて、それが6のマイナス2を通る。
もちろん、こうやってやって傾き求めちゃっても構わないです。いいんですけど、ちょっとね、一応第2の方でやっちゃいます。あ、いっか、こっちだけ、今これ第2やったから、こっちはこれで求めようか。あのね、傾き求めるとき、こことここ通るって分かってるんで、左側にあるもの、こっからいくつ行って、いくつ上がってるのかを考えるんですよ。で、今、右に0から6なんで6進みましたよね。で、マイナス10からマイナス2に上がってるんで、8上がってるんですよ。つまり、6行って8なんで、傾き6分の8になります。約分して3分の4。つまり、y イコール3分の 4x マイナス10と。これで FH、こいつと D、こいつの直線の式が出ました。あとは、その2つの直線の交点が求めたい G になりますので、連立を解いてもらえたらと思います。よし、入らない。からここでやるよ。ごめんよ。多分ね、これこのままやってもいけると思うんですよ。本当は3でね、かけて、分数消してしまった方がいいかもしんないんですが、ちょっとイメージ、これで引き算すると思って、このまま引き算。y 消す感じね。なんで、左辺0です。引き算するから。こっちが、マイナス3分の5と、マイナス3分の4になるんで、マイナス3分の9だから、消えるんだよね。すごいよく、こう。で、引き算すると、プラス14。ね、ここも出れんかい、整数でって感じだけど、3分の14となりました。はい、y。どっちのが簡単だ？どっちもどっちかね。下に入れようか。y イコール3分の4かける3分の14。代入してね。なので、9分の56。だよね。で、マイナス10を9分の2すると、90です。だから、マイナス9分の34。こんな数字だっけ？あ、オッケーオッケー、合ってる。で、出たので、求めたかった。G は、3分の14の、マイナス9分の34でしたと。これで終了になります。最初にね、そんなに難しくないっていう話をしたじゃないですか。でも、きっと聞いてて分かんなかった子にしてみれば、いやいや、待てと。超めっちゃ難しい、めんどくさいやんって思うかもしれないんですけど、知識として使ったのは、大事なのは、平行四辺形の面積を2等分するときどこ通るの？それが対角線の交点なんです。で、平行四辺形の対角線の交点は中点になるっていうルールがあるので、それを使ってその場所が出せるかどうか。これは以前、どっかのね、受験対策、ごめん、高校受験対策動画でやってるんですけど、その知識を使えるかどうか。あとは、めんどくさいですけど、直線の式を出して、連立をやってるだけなので、ぜひ、今回はね、この平行四辺形の面積2等分っていうところと、見た目がね、ちょっとインパクトがでかくて、うわ、って思う問題、これからいっぱい出会うと思うんです。模試でも、受験本番でもね。その時でも、いやいや、待てと。きっと、これは出して問題作った人が、いやいや、諦めさせようとしてんでしょっていう風な感じで、ちょっとポジティブに捉えてほしい。じゃあ、しっかりやって解いてやるよ、みたいな。そんなに難しくない問題もあるからね。なのでは、そんな風にちょっと思ってもらえたらなと思って、今回取り上げさせていただきました。では、今回は、高校受験対策動画の関数シリーズ第22弾をお送りしました。ちょっとね、長くなってしまったんですが、ここまでご視聴いただきありがとうございました。で、引き続きね、関数シリーズだったりとか、あと別の単元のね、シリーズも撮っておりますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。